死んでろ俺。で、そいつはいつ転校してくんだよ。今日だよ。面白いから連れてこいよ。ごめん。ちょっと待ってよ、なんで急に別れんのよ。俺公立に転校して不良になりたいんだよね。漫画見て不良になるとか言ってんの？あ？それだったら転校しなくてもうちの学校で。私立は舐められるんだよ。やっぱ不良の本場は公立でしょ。どけ！品川君ってさ、私立だったんでしょ？なんでこの時期に転校してきたの？ドロップアウトってやつかな。転校生っていうのはどいつだ？どう？ちょっと付き合え。あのさ、どこに行くのかな？黙って歩け。君が転校生、初日から大変だね。達也、来たよ。ちょっと待ってろよ。俺はなんで呼ばれたのか。暇つぶしでしょ。暇そうには見えないんだけど。おい、俺たち狛江来た花草集団なんだろ。言ってねえって、そんなこと。何言ってんだよ。俺は花草語しか分かんねえからよ。本当に言ってねえって。よし。てめえ！次避けたらマジで当てんぞ！避けたら当てるって言ってることおかしくない？おい！殺すなよ！人はそんなに簡単に死なねえよ。生きてた。だから死なねえっつったろ。来いよ。行くぞ。おい、これから喧嘩すんのにかかと踏んでんじゃねえよ。喧嘩って誰と誰が？俺とお前がだよ。ちょ待ってよ、なんでいきなり喧嘩なんだよ。喧嘩すんのにそんなに理由が必要か。そんな。おい、俺公立に転校して不良になりたいんだよね。喧嘩もできねえんだったらそんな頭してんじゃねえよ、シャバ僧が。ひどいよな。私立ってだけでいきなり殴られたんだよ。そんな頭にしたらまたやられるよ。もう舐められたくないんだ。うるせえんだよ。あ？うるせえってんだよ。
ういう。お前面白いな。ロイヤル。こんなもんだろ。腹減ったな。じゃあラーメン食いに行くか。うお前金持ってねえだろ。ルパン持ってんだろ。また俺かよ。どうせ盗んだかんだろ。おい、お前名前なんて言うんだよ。え、名前だよ。広島をラーメン食いに行くか。え、行かねえのかよ。行く行く行く。大丈夫かよ。マジで大丈夫かお前。お前が言うなよ。本当にうちの学校ってヤンキー4人しかいないの。今日からヒロシがいて5人ね。公立もそんなもんか。他の学校はいっぱいいるよ。しかも達也が無茶するから敵だらけ。マジかよ。
ぱここだ。おお、みゆき。こんにちは。こいつ転校生のひろしで、2組のみゆきちゃん。どうも。はじめまして。どうしたのその顔。俺と喧嘩したんだよ。また喧嘩したの。うっせえ。こんなになってかわいそうじゃん。ああ、大丈夫だよ。いいから。はい、どう。てめえときめいてんじゃねえよ。別にときめいてねえよ。普通だよ普通。言っとくけど、みゆきは達也の彼女だぞ。てめえ余計なこと言ってんじゃねえよ、うん、そうなんだ。あれ、何その感じ。なんかがっかりしてない。してねえよ。よし、わかった。実はみゆきにそっくりの裏ビデオ持ってるから貸してやるよ。マジで。喜んでんじゃねえかよ。ちょっとやめてよ。バカ、違うよ。今のはみゆきちゃんに似てるってことじゃなくて、裏ビデオに対する喜びだろ。確かに裏ビデオ持ってるけど、みゆきになんか似てない。ただのババアだよ。マジかよ。がっかりしてんじゃん。違うよ。今のはババアだっていうことに対するがっかりだよ。なんだよババアか。お前までがっかりしてんじゃねえよ。もうさ、ババアでいいか貸してくれよ。借りんのかよ。言って。あー、泣く。びっくりした。あ、すげえ顔してんな。ひでくんは？あ、上だ。おお、ひろし。飯食おうよ。ちょっと待ったら。痛い痛い。いいからそういうの。ちょっとタバコ。ん？ていうかさ、なんで姉貴がいるんだよ。それはヒデの彼女だから言ったろ。ヒデからも言ってやってよ。お前本当に派手にやられたな。お前喧嘩して負けたんだって。別に負けたとかじゃねえよ。転校したばっかりなのに喧嘩なんかして。うるせえな。お前いいじゃねえかよ。こういうバカどもは焼けた鉄に触って初めて熱いって気づくんだから。そう、それだよそれ。お前負けたんだろ。負けたとかじゃねえから。っていうか、おにぎりかタバコどっちかにしなよ。おい、でもよ、おい、お前は周りが受験だスポーツだって一生懸命やってる時に自由に遊び回ってるんだからよ。その付き合いを払わなきゃいけない時は絶対来る。人の何倍も努力しなきゃいけない時がな。だから気合い入れて遊んどけ。うん、バリバリ気合入ってる。そんで、あん時ちゃんとやっとけよかったなっていうダッセイ遊んだんじゃねえぞ。うん、ヒデはヒロシに甘いよ。何か負けたんだろ。しつけえな。負けたよ。うわあ、負けてやんの超ダッセ。ダッセ。何なんだよ超ダッセよ。おい、始めんぞ。はい、よっしゃ、やるか。ああ、だるいな。こんなことならあの頃ちゃんとやっときゃよかったな。思いっきり言ってんじゃん。はい、頑張って。おう、いってらっしゃい。行ってきます。くせくせ。そういうのいいから帰ってみ、帰ってみ、帰ってみ。くさくさすぎるよ。みんな元気でやってる？うん、元気でやってるよ。ひろしは楽しくやってる？超楽しいよ。そうなんだ。友達とかできた？おう、できたよ。ルパンってやつがいるんだけどさ、ゲンチャリとか1分かかんないでパクるんだよ。盗むってこと？何年パクってくんだぜ。そんなことして捕まらないの？捕まんねえからルパンって呼ばれてんだよ。でも喧嘩には一切参加しねえ。俺は泥棒以外の悪いことはしないの。だってよ。あとワンコ、こいつがめちゃくちゃでよ、喧嘩になったら噛みつくんだよ。噛みつく。しかも噛みついたら絶対離さねえの。あと森木ね、こいつがすげえ渋いやつでさ。もういいだろ。俺らの学校にすげえムカつく先生がいて。おはよう、おはよう。あって、これ髪の毛茶色やね、これね。ね、違反。
ねえねえ何センチこれ膝上何センチ、ね、言って見て言って早く見て言って20センチ半。その先行と体育の授業中に相撲することになったんだけど、ケツ出してぶん投げたんだよ。もう学校中のヒーローだよ。あとはなんて言っても達也ってやつがすげえ。狛犬市中にテルってやつがいるんだけど、こいつがゴリラみたいなやつで、目が合った瞬間の喧嘩だよ。どっちもめちゃくちゃ強いんだよ。もうあれ漫画だな。今んところ達也が勝ち越してんだけど、狛犬市中と戦争だよ。面白いけどな。あーごめん、ちょっと連れが来たから出かけるわ。うん、じゃあ元気でね。お、おどうする、うち行こうぜ。メットは何これ、ピンクじゃん。いや色は関係ねえだ。ションベンでもちびってんだろ。あんたたち何したと思ってんの。うっせえババアコラ、お前殺すぞコラ。お前あれ俺が転校した日のやつじゃね。罪だ。クソガキ、また親父の模擬と持ち出しやがって。行くぞ行くぞって、あいつ日本刀持ってんじゃん。模擬刀だよ模擬刀、歯が切れねえ偽物だよ。切れないだけで刀は刀だろ。歯だったら死ぬでしょ。大丈夫だよ。短長さじゃねえだろ、気合だよ。気合じゃねえだろ、長さだろ。気合だよ気合。要は相手を思いっきりぶったたけるかってことなんだよ。日本刀なんて殺しちまうかもと思ったら思いっきり振り回せねえだろ。うん、にしても今日はうちで飲まない。いや今日売られた喧嘩は今日やるんだよ。なんだよそのこだわり。じゃあせめて森木とワンコ呼ばせ。めんどくせえ。それぐらいめんどくさがんなよ。ちょっと電話してちょっと待つだけだろ。めんどくせえ。なんでそんなめんどくさがり屋さんなんだよ。よし行くぞ。ちょっと待った俺の武器を。うっせえな。ほら、だからピンクじゃん。だから色は関係ねえだろ。ラブ&ピースって書いたんじゃん。愛と平和だぜ。喧嘩の真逆じゃん。うっせえな。それで頭ひっぱたきゃいいんだよ。ヘルメットは頭を守るものです。叩くもんじゃねえだろ。お前行く気ねえだろ。うん、ない。ふざけんなよ。行くぞ。せよとめろ。ヤクザ親父。親父かよバカ野郎。人が寝てんのにギャー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 騒ぎやがって、このクソガキども。すいません。だから日本刀なんか持ち出してどうするつもりだ。クソ行くの、行っちゃうのね。おい、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 
よそでやるバカ野郎。知らねえよ。こいつらが勝手に来たんだろうがよ。てめえこそシャシャリ出てきてんじゃねえぞこの野郎。てめえも殺すぞこのバカ野郎。いいこの野郎。上等だバカ野郎。てめえこの野郎。かかってこいバカ野郎。かかってきやがれこの野郎。何やお前親子起こしてみろバカ野郎。中親子だよ。中年子すんなよバカ野郎。10年とバカ野郎。これぐらいでやべえ。はい。逃げるぞ。いいか、はい、何やってる貴様ら。こいつら喧嘩しやがってよ。うるさい。無理じゃねえから。ちょっと待って、俺じゃねえっすね、バカ野郎。ちょっと待って、おいおいおい。お前こいつら勝ちんだよ、バカ野郎。おなしくしろ。俺じゃねえっすね、バカ野郎。おなしくしろ。俺じゃねえっすね、バカ野郎。俺じゃねえっすね、だろ、お前、バカだれ。やろう。なあ、俺じゃねえっすね、バカ野郎。誰だてめえバカ野郎。刑事だこの野郎。どこが刑事だバカ野郎。どっからどう見ても刑事だろうね野郎。どっからどう見ても刑事に見えねえだろバカ野郎。うるせえんねこの野郎。なんだバカ野郎。覚悟だこの野郎。覚悟ってなんだバカ野郎。何動いてんだこの野郎。何回すんだバカ野郎。待ってんじゃねえこの野郎。こっちのせいだバカ野郎。手が回んじゃねえかこの野郎。なんで年がら年中喧嘩すんだよ。喧嘩すんのにそんなに理由が必要か。またそれかよ。親父さん大丈夫だったのかよ。もう次の日には釈放されたみたいだぜ。ねえ達也の親父ってヤクザ。元ヤクザ。そうなんだ。今何してんの。タクシーの運転手。なんでヤクザ辞めたの。だから親父の話はどうでもいいからよ。飯食おうぜ飯。金ねえよ。ルパンもいねえし。なんでファミレスでラムネ飲んでんだよ。ラムネ飲むのにそんなに理由が必要か。かっこよくねえよ。作りがちげえからな。一緒だよ。お袋の財布から1万パクったからよ。おごってやるよ。ご注文の方はお決まりでしょうか。お前なんだその体。お前ドムみたいだな。あと2体連れてこいよ。ジェットストリームアタックじゃねえかよ。ドムって誰ですか。うまかったな。おい、金持ってるって言ったじゃねえかよ。嘘だよ。何その嘘。意味わかんねえんだけど、目的なんだよ。面白いじゃん。面白くねえよ。お袋の財布から1万パクったんじゃねえのかよ。お袋の財布に1万も入ってるわけねえじゃん。なんだそれ。俺は500円しかねえぞ。俺なんか20円しかねえぞ。お前それでよくでやるけんな。なんで笑ってんだよ。タテはいくら持ってんだよ。1円もねえ。なんで余裕なの。言っとくけどね、お前らも食ったんだから共犯だぞ。あのさ、共犯って何。お前共犯の意味も知らねえのか。知らねえ。, 笑ってる場合じゃねえだろ。爆笑してんじゃねえよ。なんか考えろよ。ルパン呼べばいいじゃん。お、それだ。ダメだよ、あいつばあちゃんの田舎に帰ってんだよ。なんだそのほのぼのした感じは。不良が田舎行ってんじゃねえよ。じゃあみゆきに金持ってかさせるか。え、お前何テンション上がってんだよ。上がってねえよ、普通だよ。上がってんじゃねえかよ。お前みゆきのこと好きなんだろ。達也の彼女のこと好きになるわけねえじゃん。俺は別に構わねえよ、付き合えばいいじゃん。は、俺別れっからよ。どういうことだよ。電話してくるわ。あいつ新しい彼女できたんだってよ。マジかよ。うるせえ。じゃあ頼むわ。悪いな。よかったな、広瀬。俺は別に。みゆきはどれぐらい行くんだよ。わかんねえけど、シャワー浴びてから来るってよ。広瀬、シャワーだってよ。だから関係ないってば。お前何想像してんだよ。してねえ。おい達也、新しい彼女おっぱいでかいっつってたよな。何カップ？ G カップで。でっけー。 A、B、C、D、E、F、G。 G だよー。あ、い、う、え、お、か。なんだよ、てめえ。
中のポンコツか。だったらどうしたこれ。そんなもんでどうするつもりだったんだよ。勝手に動いてんじゃねえぞ。全然大したことねえじゃねえかよ。さすが赤城とかと。このチンカス野郎が死んだろこれ。てめえら何者だよ用心棒。娼婦南中の赤い彗星シャーアズナブルです。娼婦南の白い戦士ガンダムです。くっ、滑ってんだよ。何が赤い彗星と白い戦士だ。お前らはせいぜいなジムとボールなんだよ。誰が量産型だ。てめえら覚えとけよ。てめえらを近いうち必ず殺しに行くからよ。いつでも来いよ。スタチューなめんじゃねえぞ。まだ終わってねえぞ。やっべ、おい、行こうぜ。はい、死んでろ。どうしたの？みゆき。かよ。大丈夫？おい、お前また負けたのかよ。うるせえな。気絶して救急車で運ばれたんだよ。あんま無茶すんなよ。分かってるよ。お前負けてばっかだな。もう出てけよ。達成。もう今日は出かけないで家にいるんだよ。はいはい、分かりました。俺たちちょっとディズニーランド行ってこっかよ。なんでスーツ着てんだよ。ディズニーランドっつったらスーツだろ。別に普通でいいんだよ。じゃ行ってくんわ。うん、いってらっしゃい。頼むぞ。ほら、ちょっとバカ。うるせえな、ほんとに。おい、おぉ。クシトは、おめえ、オナニーするだろ。は？うるせえ、早く行けよ。仕込んだろうな。はい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 、はい。
もしもし。ひろしくんいらっしゃいますか。みゆき？うん。どうしたの？今からお見舞いに行っていい？え、うちに？ダメ？ダメじゃねえよ。じゃあ今から行くね。おう。よっしゃー！はい、宅配便です。なんだよ。荷物。はい。え、サイン。あ、ペン。はい、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい。なんだよ、あいつ早く掃除くれすぎたの。なんだよ。おう、みゆき。どうしたんだよ。大丈夫か。とりあえず入れ。飲めよ。喉乾いた。いっぱい寝たから。うちよ、麦茶大量にあるからよ。うん。ジュースとかはねえんだけど、麦茶は異常にあるからよ。うん。俺の知り合いで小野くんっているんだけど、麦茶飲むこと麦茶をって言うんだぜ。私ね、達也に振られちゃった。そっか。私ね、うざいんだって。うざくねえよ。みゆきはうざくねえよ。ひろしは優しいね。普通だよ。なんでひろしが泣くの？お前が泣くからだろ。私が泣くとひろしも泣くの？二人で泣いた方が楽だろ。割り勘だよ。どういう意味？深い意味はねえよ。ありがとう。なんでこのタイミングでありがとうなんだよ。深い意味なんてないよ。そっか。電話。
もしもし。せえよ、早く出ろよ。達也。どうしたの？今から俺ん家来いよ。はぁ？なんだよ、突然。おい、達也。達也から？あ、うん。ちょっと来いって。行ってくるわ。うん。今からあいつらやりに行くぞ。やるっつってもさ、まだ体ボロボロじゃん。気合いだよ。気合じゃ体動かねえだろ。気合だろ。でもさ、隅田は別として一緒にいた二人組はやばいでしょ。調布南中とか言ってたな。多分そんな無茶すんのは赤木と加藤だな。有名なの？調布南中っつったら生徒の半分以上がヤンキーで、そのほとんどが卒業したら騎兵隊通属に進路が決まってんだよ。中でも赤木と加藤は中学2年で調布南中占めて、今から騎兵隊の幹部候補だってよ。よし、やめよ。てめえビビってんじゃねえよ。てめえビビってんじゃねえよ。行くのはいいけどよ、あいつらがどこにいんのか知ってんのかよ。知らねえ。知らねえのかよ。じゃあどこ行くつもりだったんだよ。調布に行きゃどっかにいんだろうがよ。そんなに簡単に見つかるわけねえだろ。だいたいよ、家にいて外出歩いてねえかもしんねえだろ。あんなバカそうなやつはだいたい外いんだろ。いや、バカでも家にいるときは家にいるだろ。てめえビビってんじゃねえぞ。これはビビってるとかじゃねえだろ。てめえビビってんじゃねえ。うるせえ。うるせえんだよ。うるせえ。うるせえよ。うるせえよ。おめえが言われてんだよ。おう達也、赤木と加藤にやられたらしいな。テル、なんだてめえこの野郎。意気がんなよ、そんなボロボロの体でよ。てめえとやんのにはこんぐらいのハンデがあってちょうどだ。なんだとてねえ。まあ待てよ。てめえ何しに来たんだよデブ。せっかく赤木と加藤のたまり場教えてやろうと思ったのに。なんでてめえが知ってんだよ。うちのやつも赤木と加藤にやられてな、探してたんだよ。どこだよ。俺もあいつらに用事あっからよ、連れてってやる。なんで俺がお前に連れられていかなきゃなんねんねん。俺らがお前を連れてってやるから。案内しろよ。で、何で行くの？ヒロシ、親父から車の鍵借りてこい。はぁ？親父が中学生の息子に車貸すわけねえだろ。事故ったら殺すぞ、バカ野郎。貸してくれちゃったよ。なんか借金の方とかなんとか、とにかくわけわかんない車らしいよ。よっしゃ、行こう行こう。おう、よこしい。みんな乗れ乗れ。なんでてめえが仕切ってんだよ。うん、じゃあお前助手席な。つーか、お前運転できんのかよ。余裕だよ。大丈夫かよ。うぅ、うるせえ。おい、お前全然運転下手くそじゃねえかよ。うるせえな、いつもはオートマなんだよ。じゃあ立候補してんじゃねえよ。うるせえ、こっちこっち。ここだよ。よし、っていねえじゃねえかよ。てえな、お前昼過ぎぐらいから集まりだすってよ。おい、お前も参加する機会するよ。泥棒以外の悪いことはしねえんじゃねえの。友達の敵討ちは悪いことじゃねえだろ。かっこいいこと言うじゃん。来たな。じゃあ行くぞ。車乗れ。なんで車乗ってんだよ。てる、突っ込め。は？突っ込むってどういうことだよ。ぶつけるんだよ。ぶつけるって殺す気かよ。死なねえ程度にぶつけりゃいいだろ。そんな技術がてるにあるわけねえだろ。任せとけ。何やる気になってんだよ。行くぞ。おいおい、何に発信出してんだよ。ちょちょちょ、引けてる。何
めろテル、ぶつけろテル、止めろテル。おーおーしゃマジかよ、よかった死んでねえ。人はそんなに簡単に死なねえんだよ。バックしろ、バックしろ、早くしろよ。止まれ、もう一回引いとくか。もうやめとけって。てめえらか、こら。よう、約束通り来てやったぞ。おい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 、うわああ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 あじゃねえぞ、こいつら。離せ、離せ。離せ、こら。離せ、こら。しかし、行くぞ。縦、後ろ。こいつは。もちろん盗んでまいりました。出たお前そのうちマジで宝石盗むんじゃね。いや、それは無理だった。挑戦したのかよお前はいずれ鑑別所に行くなうん、うまっ、うまっ、うまい。そういや、赤木と加藤が鑑別所から出てきたらしいな。マジで？っていうか、お前いつの間に溶け込んでんだよ。いや、いいじゃねえかよそんなことより、あいつは捕まってたのかよ。知らねえのかよ。俺らが襲撃してしばらくして喧嘩でパクられたんだよ。マジで？じゃあまた来んじゃねえの。上等だよ。上等だよ。上等だよ。上等じゃねえよ。てめえビビってんじゃねえよ。だって賊だぜ、騎兵隊だぜ、200人ぐらいいるんだよ。ちょっと待った、賊車の音じゃん。近づいてんな。すげえ近えぞ。あいつらか。嘘だ。
そんなうまいこと現れるか。うまいこと現れてんじゃねえよ。何しに来たんだよ。決まってんだろ、ぶっ殺しに来たんだよ。てめえら3人だけかよ。なんでおめえらごときにいちいち人数集めなきゃなんねんだよ。え、マジで。じゃあこの先騎兵隊の奴らとか連れてこねえのかよ。自分らの喧嘩は自分らでやるんだよ。騎兵隊は関係ねえだろうが。特攻服着てんじゃねえかよ。これは たまたまだよ。たまたまってどういうことだよ。うるせえ。じゃあ騎兵隊関係ないんだな。関係ねえっつってんだろ。本当だな。しつけえな。本当に本当だな。つけえっつってんだろ。よっしゃ、これで騎兵隊狙われなくて済む。騎兵隊だろうか自衛隊だろうが何でも連れてこいよ。だてめえは。俺らは命かけて単車も喧嘩もやってんだよ。お前らみたいな中途半端な連中に舐められたまんまじゃえばって道の真ん中歩けねえだろうが。誰が中途半端だこれ。ここは俺に任しとけ。騎兵隊来ないって分かってからがぜん元気になったな。おい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 、おめえらみたいな完全悪役側が主役的なかっこいいこと言ってんじゃねえぞ。どこら命かけるっていうのはな、バイクだったらレーサーだし、喧嘩だったら格闘技とか必死にトレーニングすんなやつらが言うんだよ。おめえらみたいに遊んで平行いってるやつのはな、命かけるって言わねえんだよバーガ。じゃあおめえらは何なんだよ。俺らは毎日暇でしょうがねえから遊び回ってると喧嘩になるだけだよ。よくできました。おお、そうかよ。じゃあ俺らも暇でしょうがねえからよ、お前が相手してくれよ。俺よりも達也の方が暇だよね。なめてんのかてめえ。まあ待てよ。なんだこれ。お前らも3人で来たんだからよ、こっちも代表で3人出すからよ。怠慢で蹴りつけようぜ。上等だよ。面白い。お前は俺だ。ああ。おい江口、お前俺とやれよ。俺は誰とでもやってやるよ。決まりだな。お前は俺とだ。うん、断る。ふざけんなこら。待てよ、俺の相手がいねえじゃねえかよ。俺がお前とやってやるよ。出た、頑張れマイキ。ぼっくれてんじゃねえぞてめえ。俺は本人のやる気を尊重してるだけだろうが。お前とはそのうちやってやるよ。今日はそいつとやんねえと気が済まねえんだよ。しょうがねえ。ちょっと待って。おい、あいつら引き下がってんじゃねえぞ。お前恥ずかしくねえのかよ。こいつとやらなくて済むな。不思議と恥ずかしさを感じないね。じゃあ鳥越神社で待ってっからよ。バックレンじゃねえぞてめえらこそな。俺が赤木とやるのは決定？決定だな。お前死ぬかもな。お前は俺とだな。なんでだよ。逃げねえでよく来たじゃねえか。ああ、逃げるわけねえだろ。お前いちいち可愛げねえな。誰から言うんだよ。じゃんけんで決めないじゃん。じゃあ俺らがじゃんけんすっからや。勝ったやつからやってっか。もう早くやれや。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。パンチパーマのじゃんけんって似合わなすぎるだろ。あいこでしょ、あいこでしょ。よっしゃ、じゃんけんぽい。な
んだよ最後かよ。じゃあやるぞ稲妻ハゲ。誰が稲妻ハゲだ。なんだあの体。てめえ不良のくせに体鍛えてんじゃねえよ。うるせえ。つうか寒くねえのか。もうあ寒いんだ。おいよ。大丈夫かよ。てめえ死ぬ気で行ってこいよ。おう。出る。速攻決めろ。秒殺だ。だってこれまだ終わりじゃねえぞ。もういいだろ。おう。ああ速攻決められてんじゃねえぞ。おら これさ俺はもうやんなくていいんじゃねえかな。こっちの勝ち越しなんださ。そういうことじゃねえんだよ。聞こえてんのかよ。加藤は今日の借りは返しに行くしよ。あいつはただのパシリだからよ。今大事なのは俺がお前にムカついてるってことなんだよ。いらっしゃい。負けんじゃねえぞ。わかったよ、うるせえな。なんなんだよ、どいつもこいつも喧嘩喧嘩って。クリスマスだぞ、クリスマス。クリスマスはな、ゴッドファーザーだって家でホームパーティーしてんだよ。てめえは大仏みたいな頭してっからクリスマスなんて関係ねえかもしんねえけどよ。誰が大仏だ、こら。今度からは空気読んで平日来い。あれパンチパーマー。やっぱすげえ強えじゃん。どうしたこれ。おい立て。オレキそろそろ止めて。まだやれんだろ。行ってこいこれ。オレキ止めて。邪魔してんじゃねえぞ。Thank you.
だろ。井口、加藤がお前をやりに行くからな。兄貴、止めんの遅すぎ。こんなもんだろ。ホワイトクリスマスじゃねえかよ。勝負しろ。本当にまた来ちゃったよ。上等だよ。勝負しろ。上等だ。勝負しろ。上等だよ。てめえ、みんな早く来て。うわぁ、勝負しろ。上等だ。勝負しろ。上等だよ。勝負しろ。上等だ。勝負しろ。上等だ。勝負しろ。上等だ。もういいだろ。何回喧嘩すんだよ。もう大晦日だぞ。っていうか開けちゃった。年が開けちゃった。カウントダウンとかなしに今お正月になっちゃったよ。クリスマスからほぼ毎日来てるもんね、喧嘩しに。お前らだってこっちに来てんだろうが。てめえらが負けたってことに気がつかねえからだろうが。んだとこら。もういいっつの。どうせ毎日来るんだったら、もう一緒に遊ぼうぜ。今からうち来て、年越しそば食って、酒飲んでみかん食って、爆笑ヒットパレード見て、また夜になったら酒飲もうぜ。いつも一緒にいるんだったらそっちの方が楽しくねえか。確かに腹減ったな。昨日さ、年末の幕末のドラマやってたんだけどさ、達也が薩摩藩だとしたら、赤城と加藤は長州藩なんだよ。いつまでも喧嘩してねえで、手組んで最強の軍団作ろうぜ。まあ、俺はそれをまとめる坂本龍馬みたいな。だから、最初は敵だったピッコロ大魔王が、ベジータとナッパが攻めてきた時に仲間になって一緒に戦ったろ。赤城と加藤がピッコロで、達也が悟空だよ。おお。な、うち来いよ。腹減ったしな。行っちゃおうか。そう言ってっけど。俺はいいけどよ。どうする？一回休戦するか。達也は？勝手にしろよ。よっしゃ、行こうか。腹減ったしな。でもよ、こんな時間にお邪魔して迷惑じゃねえのかよ。真面目。夜分遅くに迷惑じゃねえのかっつってんだよ。見た目そんなんなのに夜分遅くって。大丈夫だよ。じゃあ遠慮なくお邪魔させてもらおうか。お前本当はいいやつっぽいな。うるせえよ。じゃあ明けましておめでとうじゃない。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ちょ、マジで腹減った。どんだけ腹減ってんだよ。うん、うん、年越しそばって年越してから食うものでしたっけ。どっちでもいいのよ。ただいま。どこ行ってたの。おい、女子、あけましておめでとう。ヒデ君来てたんだ。おめでとう。そばうめえぞ。あのさ、友達来てっからさ、友達の分のそばもねえかな。
友達ってこんな夜中に大丈夫なの？うるせえ、大丈夫だよ。いらっしゃい。お母さんそんな口の利き方ねえだろ。じゃ、呼んでらっしゃい。おーい。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。達也君、その顔どうしたのよ。いや、そいつらとやったんすよ。こんばんは。夜分遅くにすいません。はじめまして、赤木です。明けましておめでとうございます。礼儀正しいな。ひろしのお友達なの？あ、うん。今日からお友達になりました。お友達って喧嘩してたんですけど、なんかつるむことになったんですよ。なんでそんなに喧嘩ばっかりするの？親からもらった大事な体傷つけて。うるせえな。まあお母さん、よそで悪さするよりこいつら同士で喧嘩した方がまだマシじゃないですか。こいつら同士の喧嘩なんて部活みたいなもんすから。まあこいつらの喧嘩をまとめたのは俺だけどね。お、ひろしかっけえことしたな。別に普通だよ。わかったわ。お蕎麦茹でてあげるから、その前にみんなシャワー浴びてらっしゃい。そんな汚い格好でご飯食べないでちょうだい。みんな座れよ。座れ座れ。どうぞ。あー、うまそう。マジうめえよ。すいません。どうしたの？トイレお借りしてもいいですか？真面目。お前ほんと礼儀正しいな。別にいいじゃねえかよ。いい子じゃないの。パンチにいい子って。あ、トイレこっち。すいません、早くそばに出てもらっていいっすか？だからこんだけ腹減ってんだよ。だなぁ。おい見ろよ、ヒロシ。あのさ、お前もさ、今日卒業式だろ。卒業式ぐらい自分の学校行けば。お前らだってそうじゃねえかよ。俺らパスで。じゃあ俺もパスで。なんだよそれ。で、どうすんだ。やっぱヒロシ、続やんねえのかよ。やんねえよ。俺とルパンは高校進むから。高校行きながらでもできんだろ。やだよ。俺バイクとか速いし怖いし、おめえらメットかぶんねえし。ビビってんじゃねえよ。メットかぶりゃじゃねえ。俺だけかぶったらかっこ悪いだろ。なんだよそれ。それに騎兵隊ってみんな坊主とかパンチなんだろ。俺やだもん、16でパンチ当てんの。てめえビビってんじゃねえよ。俺はビビってるとかじゃねえだろ。髪型の問題だよ。俺ら騎兵隊入んのやめんだ。え？俺らと赤木と加藤で新しい族作るんだよ。ちょっと待てよ、それってヤバくね？赤木と加藤はそんなに簡単に騎兵隊抜けられんのかよ。関係ねえよ。なあやろうぜ、ヒロシ。お前がいないとつまんねえだろ。なんでそんなに俺に族やってもらいたいんだよ。だってよ、仲間じゃねえか。暑苦しいんだけど。お前はいつから俺ら別隊になったんだよ。寂しいこと言うな。あれ？お前何泣いてんの、気持ち悪いな。お前そんなに涙もろいやつだったっけ。泣いてねえ。泣いてんじゃん。砂ぼこりが目に入っただけだよ。お前それフリーよ。やっべ、お前ら何やってんだよ。なんで？ヒロシが家出たのに卒業式に来てねえって姉ちゃんから連絡あったぞ。余計なことしやがって。お前ら卒業式の日ぐらいちゃんと学校行け。めんどくせえ。めんどくせえよ。めんどくせえけどな、お前ら絶対何年後か笑って話すんだよ。お前らはずっと会うかもしんねえけどな、今日で一生会わねえやつもいるんだよ。秀君、泣いてんじゃねえよ。うるせえ。よっしゃ、行くか。
達也。ほな、立て。おい。四組にさ、つるっぱげで後頭部にでっかいほくろがあって、そっから毛が生えてるやついたじゃん。あいつとか、もう会えねえぜ。ったく、めんどくせえんだよ、てめえはよ。行くぞ。達也、行こう行こう。お前らちゃんと行くんだぞ。行ってくるよ。じゃあ仕事行ってくっからよ。しっかり卒業してこい。はい。じゃあ、サンキュー。よし。お前さ、なんでうちの中学来てんだよ。違う中学って言うタイミングがなかったんだよ。毎日一緒にいるから秀君勘違いしたんだな。うちの卒業式出てきゃいいじゃん。確かにそれなら何年か後超笑えんな。おう高山雄一してるの。塚本明。何だ、何してんだ。しょうがねえな。すいません。遅れちゃったんですけど、卒業証書ください。ウォー。静かにしろ。卒業証書やるから、おとなしく待ってろ。よく来たな。完全に別れたのかよ。俺さ、やってみましょう。うちの学校と関係ねえだろ。どこでやっても卒業式は卒業式なんだよ。お前本当バカだな。じゃねえか。
おやじさん。何やってんだよ。ああ、ちょっと。ごめんね。あれ、みゆきさんじゃないか。達也から乗り換えたのか。そんなんじゃないっすよ。じゃあ俺と付き合ってくれよ。なんでそうなるんですか。じゃあせめておっぱい見せてくれよ。何言ってんすか。行こうぜ。形だけでいいからよ。いや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 。いいや、お前。置いとけよ、おっぱいお前。今日だけでいいからよ。置いてけよ。もう言ってくれないよ。おっぱい置いてけよ、お前。見ろよこれ。すごい。綺麗。近くに住んでるけど知らなかった。テルに教えてもらったんだぜ。テル君？テルに連れてきてもらったんだけどさ、ゴリラみたいなやつと夜景見ても全然ロマンチックじゃねえじゃん。しかもワンコ立ち往してるしよ。あ、見てみ、満月ちゃん。本当だ。これってさ、すごくね。この先死ぬまで何回満月見るかわかんないけどさ、こうやって誰かと一緒に見るのってそんなにねえんじゃねえかなって思うんだよね。きっと大人になったら忙しくて空見上げる回数も減ると思うし、だからこうやって二人で満月見えるのって特別なんじゃねえかなって。どうした？だってロマンチックなこと言うから。別に普通だろ。普通じゃないよ。かっこよかったよ。なんだよそれ。俺みゆきのこと好きなんだよね。ごめんな、急に。なんかなんとなく今言っちゃえって思ってさ。うん、気がつくとさ、みゆきのことばっか考えててさ、飯食ってる時も風呂入ってる時もクソしてる時もみゆきのこと考えてんだよね。漫画とか読んでてもさ、頭の中でヒロインの子をみゆきにして読んでたりしてよ。気持ち悪いだろ。タッチの南もみゆきだし、北斗の拳のユリアもみゆきだし、ドラえもんのドラミちゃんもみゆきだぜ。しずかちゃんじゃないの？ドラゴンボールなんかピッコロだぜ。いや。今さ、みゆきは達也と別れて傷ついててさ、こんな時に告白とかってちょっと違うんじゃないかなって思ったんだけど、やっぱ好きだからさ、俺が傷口埋めることってできねえかなって思ってさ。ありがとう。俺と付き合う。ごめんね。え？ごめん。いや、いいんだけどね。ヒロシの気持ちはすごく嬉しいよ。本当に優しいし大好きだけど、でもやっぱ友達としてしか見れないし、今は
付き合うとかまだ無理だと思う。じゃあさ、お前が達也のことを忘れるまで待って。ごめん。でもね、こんなこと言われて嫌かもしれないけど、ヒロシの気持ち嬉しかったよ。じゃあさ、ごめん、まだ何も言ってないんだけど。ごめん。オレンジってさ、あの辺だよね。みゆきんちは、あの辺だよね。あの辺、うん。あ、近いね。つけちゃう。ごめん。ごめん。何も言ってないんだけど。今日から高校生か。でもさ、達也も森木もワンコもいなくて大丈夫かな。バカ、あんな無茶な奴らとつるんで高校なんて言ったら速攻退学だよ。高校生になったら程よく不良やるんだよ。でもな、安心しろや、俺もいるからや。隅田、今日から同じ高校だ。おめえ弱えじゃねえかよ。あ、じゃあ見てろよ。何見てんだよ俺。おい、やめろよ。なんでこうなっちゃうんだよ。てめえら元調布南の赤木と加藤って知ってるか。あいつら俺の連れなんだよ。それでもやんのか。すぐ連れの名前出したよ。汚ねえな。だったらどうした。なんだデブ。確かにデブだな。単乱のサイズおかしいだろ。リバウンドしたんだよ。一時期痩せてたのかよ。エラ殺す。まあまあ入学式なんだしさ、喧嘩とかやめない。てめえら喧嘩売ってきたんだろうが。黙れよ。ダメだ。おい、いきなり何やってんだよ。てめえ、もうですか。さよなら。嘘。嘘ではありません。もう最悪だよ。お前ほんとバカだな。隅田が余計なことするからさ、初日で退学だよ。ね、どうすんだよ。どうすんだよって言われたってさ、いつまでもフラフラしたってしょうがねえだろう。俺んとこで働け。ああ、16で労働者かよ。いいじゃねえかよ。俺だって16で中退してずっと飛びやってんだから。ヒデ君は好きでやってるからいいけどさ、俺はまだやりたいことも見つかってないのに。今もうすぐ見つかるよ。だからそれまで働いて金稼いとけ。金がねえと学校いいだろ。まあそりゃそうだけどさ。もうちょっと高校行ってたかったな。とりあえず見習いだけど20万ぐらいもらえっから。え、1年もすれば50万ぐらいになるぞ。え、雨が降んなかったら100万もらえる月もあるぞ。100万。お、ヒデ君、俺の夢は飛びで決まりだ。めっちゃ欲しいなこの野郎。よっしゃ、じゃあ財布買わねえとな。え、なんだお前、財布も持ってねえのか。まあ持つほど金ねえし。よし、じゃあお前の財布俺が買ってあげようかな。マジで。よっしゃー、おりゃー、おりゃー。なんだこれ、やめこなっ。おい、何がやめてえだこら。
あいつらとつるんでる方が楽しいんすわ。めでんじゃねえぞ、おい！おい！てめえら。おい、加藤の名はほどいてやる。はい。どういうつもりですか？そいつら、連れてこい。あいつらは関係ねえだろうが！そいつら連れてこれなかったら赤城がどうなるかわかんねえぞ。ふざけんなこら！おら！やめろ！わかりました。行ってきます。加藤！待っててくれ。行くな、加藤！うるせえぞ！井口！お前、どうしたんだよ、その面。力貸してくれ。ヒロシ、今日から仕事でしょ？もうすぐヒデが迎えに来るって。ヒデ君来たら起こして。もう悪いな。何言ってんだよ。面白いじゃねえかよ。じゃああいつら呼んでくっか。もう来たのかよ。電話だよ。誰から？達也くん。もしもし。今から俺ん家来い。何言ってんだよ、俺今日から仕事だよ。赤城が騎兵隊に拉致られてんだよ。騎兵隊？俺らが行かねえとどうなるか分からねえってよ。どこ行くの？ちょっと行ってくるわ。何言ってんの？今日から仕事でしょ。おあ行くぞ。ヒデ君ごめん。ん？明日からにしてもらえねえかな。何勝手なこと言ってんの。親方に今日からって言っちまったぞ。ごめん。え？ちょっと待ちなさいよ。話せよ。ヒロシ、いい加減にしなさいよ。てめえ何やってんだよ。女に手上げてんじゃねえぞ。赤の他人が出しゃばってんじゃねえよ。せえぞ、ヒロシ。悪い。行くぞ。何人ぐらいいんだよ。50人。50対7人だ。赤城入れたら8人だ。縛られてんだろ。今度こそ死ぬかもしれないね。人はそんなに簡単に死なねえよ。よっしゃ行くか。珍しくビビってねえじゃねえか。
ってやる。大丈夫か？うん。ごめんね。せっかく迎えに来てくれたのに。本当に最低だよね。遊びてる時期だしよ。だってせっかくヒデが親方に頼んでくれたのに。明日からにしてもらうよ。ヒデはヒロシに甘いよ。俺バカだからよ。バカなやつの気持ちは分かんだよ。うん、弟みたいなもんだしな。ヒデ他人って言われちまったけどな。ごめんね。いっそ本当の弟ですか？結婚すっか？こんな作業着汚ねえな。仕事終わったらちゃんとプロポーズするわ。ありがとう。Ah!
全員ぶっ殺す。帰ろうぜ。何してんだよ。ヒデ。え？ヒデが。ヒデ君がなんだよ。工事現場で。現場でどうしたんだよ。落ちたって。意識不明の重体らしい。なんで？足場から足を踏み外して落ちたんで、いつもなら命綱つけて作業するんだけど、3階だったしそんなに高くねえって油断したんで、頭から。そんな、俺がちゃんとつけさせとけば助かるんだろ。先生、二人に説明してやってください。わかりました。彼は救急車が駆けつけた時には心肺停止状態でした。応急で蘇生措置を行ったんですが、落下した際に負った脳のダメージも大きくて依然不安定な状態です。手術は、彼の体が手術の負担に耐えられるかまだ確信が持てません。今の段階では手術をすることはできないんです。じゃあ何もしないで見てるだけってことかよ。我々も最大限の努力をします。しかし今は状況が好転するのを待つしかありません。そんな、彼の生命力に欠けるしかありませんね。何もできねえのかよ。最善尽くします。ヒデにも会えないんですか？今は面会謝絶の状態です。ヒロシ、ありがとう。うん。お前また負けたのかよ。うるせえよ。病院なんだから見てもらえよ。俺なんか大したことねえよ。そっか。ヒデが治ったらちゃんと仕事来いよ。うん。あと、まあ、姉ちゃんぶったんだってな。うん。ヒデが言ってたぞ。ヒデがお前と姉ちゃんに仲良くなってほしいって。だからちゃんと謝れよ。そんな顔すんなって。大丈夫だよ。あいつ昔から丈夫だしさ、喧嘩も強えしよ、ヒロシと違ってな。うるせえよ。うんこもでけえしよ。関係ねえだろ。あんなでけえうんこするやつ死なねえって。おまけにくせえしよ。俺が小学生の時にさ、ヒデ君と小野君の行ってた中学に夏休みに夜中プールに忍び込んだじゃん。ああ、プールでうんこした時だろ。ヒデ君のうんこめちゃくちゃでかかったよな。人が見てんのによくあんなでけえうんこできるよな。プールに浮いてるうんこ、オオサンショウみたいだったよな。
病室に来てください。何ですか？容体が急変して心臓が停止しました。え、そんな。エピネフリン治療の常駐。はい、用意できました。して200で離れて。戻りません。300に上げて。ひでいくら？ひでお願い。できました。離れて。戻りません。戻りません。チャージできました。離れて。戻りません。360。先生。先生。ヒデがかわいそうです。父さん。なんだか痛そうで、ヒデがかわいそうです。ヒデはそれで助かるんですか？それは。もうヒデを楽にしてやってください。出所日本ご臨終です。ヒデ頑張ってな。ヒデヒロシ着替えないの？疲れちゃった。そっか。どうしたの？大したあれじゃないんだけどさ。何よ、気持ち悪いな。前に姉ちゃん殴ったじゃん。あれ、ごめん。何？急に。小野くんがさ、姉ちゃんとヒロシにも仲良くしてほしいって秀くんが言ってたって。そうなんだ。ヒデっぽいね。うん。だから、ごめん。いいよ。別に最初に叩いたの私だし。それね、ヒデね、あの日ヒロシのこと許してやるよ。ヒデ君っぽいね。そうだね。ヒデ君には謝れなかったな。これ、ヒ
秀の家に置いてあったんだけどさ。何これ。俺が買ってやるって約束したって。買いに行くの付き合わされたんだから。秀君、俺は働いてねえのに。じゃあこれからちゃんと働かないとね。え、素直じゃない。別に普通だよ。何それ。あのさ、何、飯ちゃんと食えよな。ありがとう。うん。あのね、でね、結婚しようって言ってくれたんだ。どうしたんだよ、気持ち悪いな。俺、狛江から出てくわ。なんだよ、急に。ちゃんと働くって、秀君と約束したからよ。狛江だって働けんだろうがよ。いや、よそでゼロからやれてんだ。狛江でゼロからやれいいじゃないか。なんでそんなに俺が狛江から出てくのが嫌なんだよ。寂しいじゃねえかよ。お前、泣くの早えって。うるせえよ。そう言ってくれるのは嬉しいんだけどさ、俺さ、知ってるやつが周りにいると甘えちゃってさ、ダメなんだよね。だから誰も俺のこと知らないところに行って、誰にも甘えられないところでゼロからやりてんだ。ここまで言ってんだからさ、気持ちよく送り出してやろうぜ。まあよ、俺ら全員呼び出して言うぐらいだからよ。気持ち変わんねえんだろ。うん。どうしても行くのかよ。もう決めたから。分かった。その代わり負けんじゃねえぞ。誰にだよ。お前はよ、狛江の代表なんだからな。何のだよ。来てよ。よっしゃ、じゃあ酒飲むか。じゃあ俺ビール盗んでくるわ。待てよ。勝手なこと言ってんじゃねえぞ。何がだよ。達也、もういいじゃねえかよ。気持ちよく送り出してやろうぜ。出てくなら俺とタイマン張れや。は？なんで喧嘩なんだよ。喧嘩すんのにそんなに理由が必要かよ。やめようぜ達也。いいよ森木。そういえば俺がビビって狛江から出てくのやめると思ってんだろ。なんだと？いいよ、やってやるよ。てめえ殺されていいのかよ。人はそんなに簡単に死なねえんだろ。
思っててる。モルギヤバくなったら止めてくれよな。おおい、満月だぜ。うわすげえぞ。今日の満月も特別だな。来いよ。来いよ。来いよ。ただでいいからよ。じゃあせめておっぱい見せてくれよ。形だけでいいからよ。信じらんねえおっぱいしてんだよって。ここ車置いちゃダメだよ。透明かバカ野郎。こんなとこで何してんだよね。大きなお世話バカ野郎。またショッピングどうの野郎。やるものやってみろバカ野郎。降りてこいよね。降りるかバカ野郎、まあ、事件ねえのかバカ野郎。いいから降りてこいよね。ラフ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 とバカ野郎。お前が事件起こさなきゃいいんだよこの野郎。何かやったか俺がこのバカ野郎。2号なんて来るわけねえだろこの野郎。2号に来るにキャットじゃねえかバカ野郎。先週だって2号だよ、今週だって2号だよバカ野郎。なんで2号なんだよこの野郎。サブログに決まってんだろこの野郎。サブログだバカ野郎。サブログには決まってんだろこの野郎。いいとこついてんじゃねえかバカ野郎。これ持ってけよ。飲みかけじゃねえかよ。これビール。また盗んだのかよ。バーカ。買ったんだよ。マジで。すげえな。ヒロシ。号泣してんじゃねえよ。うるせえ。おい。言っとくけど、俺が住むとこそんな遠くねえぞ。また負けたのかよ。負けたよ。なんでスーツなんだよ。見送りっつったらスーツだろ。頑張ってね。おう。ヒロシ。来てくれたんだ。ありがとうな。ヒロシ。私ね。また達也と付き合うことになったの。え？ごめんね。よかったな。ありがとう。達也は
げるな友よ。もういいだろ森木、止めんの早えよ。